みんな才色兼備で義侠心があるんだよね。友達になりたいな。デュランダルにも乙女な一面があるんだ。知りたい？教えてあげる。争い事か。侠客は弱きを助けるべきだって語り部が言ってた。羅刹人のことは今でもわからない。彼も理解を求めてないだろうね。この時代についてまだまだ勉強しないといけないな。